労働、労働、労働とは、人間と自然との関係に関わる、ある種の過程を、労働と呼び、人間が自身の行為によって自然との関係を統制し、価値ある対象を形成する過程を、労働と呼ぶ。人間は、古今東西、太古から現代に至るまで、どの地域でも何らかの生産活動により生きてきた。そうした生産活動を、 労働と解釈するようになったのは近代以降である。生産活動はいつの時代でも何らかの表彰体系、意味付けの体系へと関わりがある。人間が行っている現実の生産行為とそれを包括する表彰とはバラバラではなく一体として存在する。言い換えると何らかの生産活動があればそれを解釈し表現する言葉が伴うことになり、 こうした言葉には特定の歴史や世界像、世界観が織り込まれていると考えられてる。労働について語るということは、言葉で織りなされた労働表彰を語ることでもある。人間が自然との間に生産活動を通しつつ、関係を持つということは、こうした表彰に端的に現れているような、ある時代特有の世界解釈を身をもって生きることでも、ある。歴史。 労働する能力を持つ者を労働力、レイバー・フォースと呼ぶ。労働力において最大の割合を占めるのは、賃労働をなす雇用者であり、EU 諸国では75%以上が雇用者となっている。資本主義社会では、労働は倫理的性格の活動ではなく、労働者の生存を維持するためにやむを得ず、行われる苦痛に満ちたもの、と考えられるようになった。 マルクス主義においては、資本主義社会では、生産手段を持たない多くの人々、イコール労働者階級は、自らの労働力を商品として売らざるを得ず、生産過程に投入されて、譲与価値を生み出すため生産団の所有者、イコール資本家階級に搾取されることになると、説明されるようになった。歴史。現在、国際労働機関では、望ましい労働の形として、 ディーセントワーク、働きがいのある人間らしい仕事の実現を目標に挙げている。未開社会、現代文明の感化を受けていない社会の人々も、昔も今も、文明化された現代人と同様に生産活動を行っている。生裁形態が、資料採集であれ、濃厚であれ、人々は生活手段を獲得して、それを共同体のメンバーに分配する。 未開人の生産活動と現代人の労働とは見かけは同一のようではあるが、その生産活動を実際に生きて解釈する仕方というのは現代人のそれとは異なっている。未開社会の生産当事者にとっては、生産活動は宗教、芸術、倫理を生きているのであって、決して文明人が言うところの労働をしているのではない。ヘシオドスの文献に書かれているように、 農業活動は同時に宗教的行為であり、また共同体の規範が重層した倫理であった。近代的な意味での労働ではなかった。また、古代ギリシアのポリスで活動していた職人らの生産活動はテクネやポイエーシスと呼ばれていたのだが、それは自物の本性が現れる事態に立ち会う行為であって持続的有用物を制作し、 それを通じ閉じた宇宙の中で事故の位置を確認し、また、それを他人から承認されることであった。つまり現代人が言うような道具によって自然を征服する労働ではなかったのである。旧約聖書の一書、創世紀第三章十九節では労働は神がアダムに課した罰であるとされたと説明されることもある。 プロテスタントは労働そのものに価値を認める転職の概念を見出した。この立場では、節約して商品を抑えて投資することが推奨される。このようなプロテスタンティズムの倫理こそが、私的システムとしての資本主義を可能にしたと考えたものに、マックス・ウェーバーがいる。ただ、スイスの宗教改革者たちの意見によれば、キリスト教宗教改革、16世紀、中世末期 ローマ教会のむやみやたらに施しを与えるという見せかけの事前を認めていたことに対抗する目に、真のキリスト教徒は勤勉と倹約の得をと強く主張しなければならなかった背景があったという。ヨーロッパの国家はその影響により、労働は神聖なもの、働くことは神のご意志とされていて、労働しないものは神や国家に反逆するもの、国家反逆とされていた。 例えば、フランスでは1656年に一般世リ院令と、その強化例が発せられ、労働を失い者を大世リ院だった建物を転用して収容した。労働価値説に基づくマルクス経済学では、労働そのもの、労働手段、労働対象の各々は、労働過程を構成する。この労働過程は、人間と自然との間の物質代謝の一般的な条件。 マルクスであり、自然を変化させて、生活手段を作り出すばかりでなく、自分自身の潜在的な力をも発展させる。いわば道具を作る動物へツール。メイキングアニマル。フランクリンとして人間を捉える。この立場からは、労働手段の使用こそが人間の労働の本質であって、人間を動物から区別するものは労働である。しかし、現実には、理論的に動物と人間は、 区別できない人間は動物の部分集合なのである。労働行為は超歴史的なものとされ、これがいかに社会的制約を受けるかという視点から歴史哲学にも連結する。また私的な労働はその成果である生産物が商品として交換されて社会的労働となることによって初めて社会的分業の一部となる。また、ラテン語のエイリアネイト、 他人のものにするに由来する阻害された労働が語られる。近代経済学では、労働は家計、労働供給側における非公用として捉えられる。この立場では、労働は節約されるべき費用であるに過ぎない。反対に、余暇は公用として捉えられているが、これは主として個人的な私生活における娯楽を想定したもので、古代ギリシアにおける 公共生活に携わるための感化とは異なるものである。日本国憲法においては、労働基本権、労働運動、勤労の義務、権利などの概念や規定が記されている。法律により労働者の定義は異なっている。例えば、労働基準法では失業者や求職者は労働者に含まれないが、労働組合法及び、職業能力開発促進法では失業者も、 含まれる。その理由は、それぞれの方が対象とするものの範囲が異なるためで、ある。国際労働基準は、国際労働機関、ILO が制定した、条約、勧告の総称である。ILO では、人類の平和と継続的な発展のために、人道的な労働基準の決定とその基準を、国際的に守ること、すなわち国際労基準が必要であるとしている。 その根拠として二つ挙げられている。まず、労働基準を定める理由としては、不正、劣悪な労働条件が、社会不安や貧困を引き起こす原因となり、多くの人民に困難や苦しみを与えるばかりでなく、結果として、紛争や戦争の原因となり、世界の平和を脅かすこととなるからである。また、国家単位でなく、国際的に決定する理由として、 いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となるから ILO 検証より引用である。障害となる根拠としては、労働条件を守らないことで不当に製品の金額が安くなるソーシャルダンピングなどが挙げられる。しかし、日本は常任理事国でありながら下記条約のほとんどを、 批准しておらず、現在有効な条約183のうち48条約しか批准していない。下記条約のうち批准しているものは、最低賃金決定制度第26号、第131号のみであり、労働時間、休暇に関しては一つも批准していない。日本の法制は、大筋では ILO 条約に準拠したものとなっているが、主事の例外規定があり、 実務ではこの例外規定をどう適用していくかが問題となる。具体的な労働条件としては以下のようになっている。国際労働機関では労働者の基本的権利に関する原則として次のものを挙げ、加盟国に推進かつ実現する義務を課している。以下のようなものがある。金銭的な報酬が発生しない労働は無償労働、アンペードワークと呼ばれる。 生活に必要な家庭内労働や報酬の発生しないボランティアなどの社会活動は無償労働の一つである。情報通信ネットワークの発展につれ、IT 機器等を活用して働くテレワークというワークスタイルなどが出現し、労働の形態は多様化しつつある。5おさむき